さん来たと思う、そうじゃないそうですということで、今回はですね、昨日ですかね、レコ大、今年のね第65回なのかな、輝くレコード大賞の、まあ、それぞれの賞がね、発表されたんですけれども、まあ、そこにね、乃木坂46はノミネートされなかったと、受賞されしなかったということで、まあ、乃木坂がねノミネートされる、受賞するとしたら優秀作品賞だと思うんですけれども、まあ、そのね優秀作品賞こんな感じで、まあ、そこにね乃木坂46っていう文字はね、ありませんでしたよっていう、なかったよっていうことで、まあ、今年もレコ大ノミネートされなかったっていうね結果になって、まあ、これで去年もレコ大ノミネートされなかったので、まあ、2年連続で乃木坂46がレコ大ノミネートされなかったっていうね感じになったんですけれども、まあこれはもう本当に、まあ、まずシンプルに悔しいというか、まあ、残念だなっていうのは、あるんですけども、まあ今年ねそのレコ大ノミネートされる曲としてはやっぱ、まあ、モノポリーはねちょっと時期的に厳しいと思うんで、まあ、今年で言うと人は夢を二度見る、32枚目シングル人は夢を二度見ると、33枚目シングルお一人様天国のこの2曲のどっちかだったのかなって思うんですけど、まあ、この2曲どうだったのかなって考えた時に、まあ、僕からしてみればね、僕乃木坂好きですから、乃木坂ですから、僕からしてみればいやめちゃくちゃヒットしたやんよね、めっちゃ最高な曲やんって思うんですけど、まあ、それはやっぱね僕が乃木坂だから、乃木坂好きだからっていうのが あるんで、まあ、その一般的にというか、あの世間的にこう、まあ、例えば乃木坂知らない人、全く知らない人とかでも、あこの曲なんか聞いたことあるみたいな、この曲知ってるみたいなこう感じだったかっていうと、まあどうなんだろうなっていう、そうではなかったのかなって、2曲ともそうではなかったのかなとは思うので、まあそういったところで、うん、ノミネートはちょっと厳しかったのかなって、されなかったのかなっていう、作品賞ね受賞はならずっていう感じに、なったのかなっていうことで、まあ、本当に悔しいし残念っていうので、受賞できなかったことが、ノミネートされなかったことが悔しいし残念っていうところはあるんですけど、まあ、それ以上にというか、何よりこのレコ大での乃木坂ちゃんたちのパフォーマンス見れないのが僕はもうめちゃめちゃ残念というか悔しくて、このレコ大のね乃木坂ちゃんたちのパフォーマンスってもう一つレベルが違うというか、まあ、過去ねレコ大での乃木坂ちゃんたちのパフォーマンス見た人ならわかると思うんですけど、やっぱ違うじゃないですか、他とはこうちょっと違う、本当に素晴らしいパフォーマンスだったので、それが見たかったなって、今年見たかったなっていうのはあるんですけど、まあ、去年見れなかったっていうのもあるんで、まあ、今年もまあ見れないということで、まあ、それが何よりもね、うん、個人的には残念だし、まあ、悔しいなっていうところはねあるんですけれども、まあね結果は結果としてね受け入れるしかないし、今もう1の行田が何言ってんだって感じだけどね1の行田が何言ってんだって感じだけど、まあでも僕はなんかこう乃木坂46は必ずねこのレコ大に帰ってくるなっていうのは、ね、確信しててというか、そういう来るなっていうのは気はしてて、やっぱりそれは今年の1年見てたらね、1期生2期生いなくなってさ、3期生4期生今年の3期生4期生5期生新たな乃木坂46っていうところを今年1年見てきた中で、まあライブだったりね、まあ、それぞれの仕事だったりとか、まあ、いろんな活躍見てきた中でこの1年見てきて、あこれは今後絶対帰ってくるなって、まあそれ来年なのか分かんないですけど、大丈夫だなっていう気はしてるんで、うん、乃木坂46絶対ねまたこのレコ大のね場所に帰ってくると思うし、なんなら僕はもう一回大賞を取れると思ってるんで、この乃木坂46、今の乃木坂46見てたらね、すごいだからね、今の乃木坂マジでメンバーすごいですから、今の乃木坂見てたらまた大賞も取る日が来るなって、まあ、思ってるし信じてるんで、やっぱりレコ大取るには僕たちの力も、まあ、少なからずね少なからずあると思うので、まあ、ヒットを曲になるかっていうのをねこう広まったりとかあるじゃないですか、そういうところで ねあるんで、まあ本当にこれからも変わらず乃木坂46ね応援し続けていけば必ずねレコ大帰ってくるんじゃないかなと、また大賞取るんじゃないかなと思ってるんで、まあ今年はねちょっと残念な結果にはなりましたけれども、まあでもなんか本当に
残念っていう感じだけじゃなくて、まあそのね、今年ノミネートされなかったのはもう残念でしかないんだけど、今年1年のあなたの乃木坂46見てたら、3期生4期生5期生見てたら大丈夫だなって、これからも絶対帰ってくるなって思ってるんで、信じ続けてね、応援し続ける、これからも変わらずね乃木坂46を応援し続けるだけかなと思います。まあ今年はまあまあいい、今年はまだいいだろうといいだろうというかね、まあ、次帰ってくるから、乃木坂次帰ってくる、ね、来年再来年は変わらない、帰ってくるから、はい、まあそんな感じで、ちょっと今年はね乃木坂46、まあ、2年連続となりましたけれども、このレコ大、今年のレコ大にはノミネートされませんでしたよっていう結果でした。はい、ということで今回はねこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムもやっておりますので、概要欄をフォローしていただけると幸いです。バイバイ。さよならもう全ても散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。